はい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 はははぴょ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 。さあ、平方根今日は集まっちゃいましたね、みんな。いやびっくりしちゃいました。そしてびっくりドッキリですね、でもとにかくこれに慣れて整理をしていかなくちゃいけない。ダメな時はもう暗記するくらい数値を直していかなくちゃいけない。これから平方根のワンダーランドに入っていかなくちゃいけないね。ですので頑張っていきましょう。今日はめっためたにやられましたが、もう一回確認です。ぜひこの動画を見てもらって、もう一回確認できてもらえると嬉しいですね。頑張ってね。ではまずルート8でございます。ルート8はこんな掛け算になっている。ルート 4× ルート2っていう掛け算になってますね。ここをしっかり確認をすることが大事です。じゃあなぜこのルート4というのが出てくるのかって言ったら、ルート4は2ですがね、ルート9は3ですがね、ルート16は4ですよね、ルート25が5でしょ、ルート36は6という形になってるわけですから、この有理数を持ってきたい。そのためにルート4を出してくれた。 4×2、 こいつを持ってきて、ルート4は2だから 2× ルート2、つまり2ルート2に直したわけなんです。まあ皆さんこうやってやっていきましょう。ルート12はどうでしょう。ルート12は資産12だからルート 4× ルート3なんですね。でルート4が有理数の2であるわけだから、2ルート3という形に直ればいいんです。さあルート18はいかがでしょう。こいつはルート4で終わりません。 9×2 ですよね。ですのでルート 9× ルート2と持ってきます。ルート9が3なので3ルート2となれば大正解ですね。20は4520、つまりこいつはルート 4× ルート5だから2ルート5という形になってくれればいいわけですよ。さあ27どうでしょう。9×3=27 でしょ。ですのでルート 9× ルート3、つまり3ルート3、ルート9は3だよね。そしてルート16が出てくる場合もあるんです。まさにこれ、ルート32、ルート32はルート 16× ルート2ですよね。ですので4ルート2、ルート16が4です。4ルート2、ルート40、これちょっと戻りますね、ルート4です。ルート 4× ルート10ですので、こいつが2ルート10、こんな具合になってきます。さあここルート48どうでしょう。これはルート48、実は16なんですよ。ね、これ覚えてて、これもう暗記しないとダメかもね。覚えておかないとダメかも。4ルート3、どうでしょう。ルート50、出てきました、出てきました。25です。ね、ルート 25× ルート5。ごめん、間違った、ルート2ですね。ですので、5ルート2。仲間がいましたよ、ここにも。ルート 25× ルート3、5ルート3。さあ続々とやっていきます。じゃあもしね、単独でこういうものだけじゃなくて、こんな掛け算があったらどうでしょうかっていうのをちょっと見ておきましょう。5ルート8というのは 5× ルート8のことですよね。だから 5× ルート8が直ればいいわけですよ。さっき直してきました。うん、2ルート2でしたよね。ですので2ルート2と持ってきます。だから 5×2 を優先的にやればいいので10ルート2、いかがですか。できちゃいますね。さあそしてこちらです。 2× ルート24ですよ。これもルート24、まあそこでやんなかったけど、ルート24は実はルート 4×6 なんですね。ですので 2×2 ルート6、つまり4ルート6という答えになればよろしいわけです。5ルート27、これもどうでしょう。こいつも 5× ルート27、さっき27やりましたね。3ルート3と出てます。もう使っちゃいます、使っちゃいます。頭の中にこれがあったらトーンと持ってきてもらってもいいわけですよ、ね、そうすると 5× 3ルート3となりまして、こいつが15ルート3となってくれれば大正解という形になります。ルート40はどうでしょう。3×、ルート40は実はルート 4× ルート10でできてるんですね。
それで 3×2 ルート10となります。だから答えは6ルート10こうなればいいですね。さあルート18最後ですよ。 2× もう18出てこなかったかな。あ、出てきてたね。3ルート2ですので、2、3が6ルート2いかがでしょう。実はこのようによく出てくるルートの問題がいっぱいありますので、ここら辺とことん出てきますから、ちょっと覚えてしまうぐらいやってしまうのがいいかもしれませんね。ぜひそんな形でアタックをしてみてください。もう一度だけ確認しましょうね。ルート8はルート 4×ルート2ですので、2ルート2という形になります。なぜかルート4は2ですから、2×ルート2になってますよね。ルート12はルート 4×ルート3です。だから 2×ルート3になっているので、2ルート3。こんな具合でちょっと練習しないとダメなんですよ。なので自分の身に、ね、どんどんつけていきましょう。練習して暗記して自分の武器にしてくださいね。さあ頑張りましょう。